どうも、しのちゃんです。グラクロやっていきますということで、なんか今日いろんなゲーム、ね、こんな中途半端な日になんでみんな同じ日にアップデートするんですかね。結構しんどいです。ちょっと先ほどね、ロマサガレース、まあいろいろアップデート見てガチャした結果、ロマサガレース始まってから、過去圧倒的爆死ですね。ちょっと過去こんなにガチャ引き悪かったことないなっていうくらいやばい結果になっちゃって、ちょっとテンション今激低っす。今回はねグラクロってことで、まあフェスゲンガチャね行きましょう。ちょっとテンションめちゃくちゃ上がんないですけど、まあ、ヘンドリックセン確か配布なんでしたっけ。まあ、確かイベントで取れると思うんで、まあ、ヘンドリクセンはまあ別に当たんなくてもいいって感じかな。まあ敵全体の、さっきのロマサガレスのあれですね。一応全ての敵に 215% の4ターン感電。いや、ちょっとさっきのね、ロマサガレスのガチャの引きが悪すぎて、ちょっと、やばいっす。スキルにも、敵全体攻撃の 190% の2ターン出血。なんかいいね、なんか周回に使えそうなやつだな。いいね。で、必殺技が、敵単体の弱点ダメージ。特殊戦技が味方がデバフ攻撃スキルで与えるダメージが 50% 増加する。強いじゃん。強くね。やべえ、これ強えな。環境変えるな。環境変えるキャラが来ました。で、次がキング、新キングね。何?敵単体に 450% ダメージを与え 130% 分の放出をする。放出とは感電毒出血デバフの残りダメージ分の追加ダメージを与える。ちょっと意味が分かんないです。感電毒出血デバフの、残りダメージ分の追加ダメージを与える。ちょっと意味わかんないっす。意味わかんないけど強いんでしょう。スキル2が全ての敵に、3ターンの間、毒にさせる。全ての敵に200ダメージを与え3ターンの間、毒にさせる。毒は 60% の追加ダメージ。ちょっと放出がよくわかんないです。で、今回多分必殺技違うのかな?いつもと違うのかな?ちょっとわかんないですけど、必殺技が全ての敵に攻撃力の300%のダメージを与え、2ターンの間、自分に深淵効果及び受けるダメージが 50% 減少する効果が付与される。深淵とは敵のターン開始時に全体ダメージの30% の追加ダメージ。なんかグラクロってさ、説明文書くの下手だよね。もっと分かりやすく書けると思うんですけど、なんか今ロマサガレースでもすでになんか1時間近く動画撮った後なんで、なんか頭が働かないです。とりあえず意味がわかんないです。特殊戦技が、敵キャラは、毒出血感電腐食効果が2個以上になると回復スキルのデバフ解除が無効化。強いじゃん。3個以上になると追加で味方のターン終了時に必殺ゲージが1減少。なんかさっきのヘンドリクセンとめっちゃ噛み合う感じするけどな。いやー、ちょっと環境変えるね、多分このヘンドリクセンとキングは。
うん、デバフパーティーをがちょっとまあしんちゃん PVP あんまやんないからあんま関係ないですけど、その PVP やる人たちにとっては多分環境を一変させるキャラが2キャラ来たなって感じですね。これからはちょっとデバフパーティーがめちゃくちゃ強そうになる感じですね。まあ、ちょっと文面見た限りではちょっと意味わかんないものもありますけど、まああの水属性の魔人、水属性というか即属性の魔人メリオダスが来た時くらいのインパクトになりそうですね。うん、まあいいや、とりあえず、まあ、確かヘンドリクセンは放送を見た限りではあの配布というかイベントで取れるっぽいんで、まあね、この新しいフェスゲンキング狙ってガチャ行きましょう。900天井か。900天井だからダイヤ900個いんのか。きついね。まあ行きます。いや、ちょっと排出率とかちょっと見たかったな。ちょっと一回これ終わったら提供割合見てきます。いや、さっきのねロマサガの爆死でテンションが、いやーやばいよね。ロマサガってあの新キャラがね、今回いつも、いやロマサガあれっすって全ゲームで一番クソガチャなんですけど、ただでさえクソガチャなのに、いつも1種類のガチャだけでもクソガチャなのに2種類来たっていうね、地獄。うん、新キャラ6個も来るっていう地獄。そしてしのちゃん天井したんですけど、天井までに新キャラ1個も出ずっていう地獄やべえよな。さあ、ちょっと一旦戻って排出率見ます。いや、さっきのロマサガでちょっとテンションがやばいっす。さあ排出率が、まずこれはSS 確定、SS 確定。うん。で、最後が、何これ。おお、選択式。うん。うん、ロストベイメリオダスか、新キャラのキングをどっちか選べる。天井が一応ありますね。で、提供割合は 4%。いつも 3% な記憶あるんですけど、今回 4% っすね。抱き合わせのキャラは、お、すげえ、コイン系のキャラが入ってる。すげえ、コイン系のキャラが入ってますね。へえ、すごい。コインキャラも入ってる上に、まあ、それくらいか。コインキャラが入ってますよくらいかな。まあでも結構古いっちゃ古いんで、みんな必殺技レベルマックスになってる人も多いと思うんで、微妙なとこっすよね。微妙なとこだな。個人的には結構必殺技レベルマックスにしちゃってるキャラ結構多いんで、まあ単純にアダリアフェスゲンキャラかなって感じっすね。まあとりあえず100連いこうか。とりあえず、いやちょっとテンションがねマジでやばいっす。いや、こっちまで爆死したら、まマジやべえな。いやー、きついなー。さあ、これスキップ。もう青引っ張りはスキップです。いやー、やばい。ちょっと今なんか、呆然自失って感じですね。お、これ来たでしょう。うん、これは多分来ましたね。結構いい演出なんじゃないかな。さあ、お願いします。あ、マジでかい。負けちゃう。負けたらないんで。結構熱い演出だったんですけど、来なかったっすね。
さあ木の枝だけど一応魔人化したんで全然ある。いやなんかこっちもすげえなんか引きを感じないな。いやーやばいな、なんかすげえ嫌な流れ来てるな。うわーこれうまいな。こっちも爆死続いてます。もう50連目、50連やって SS なし。おお、やっと反撃してくれた。さあお願いします、蹴りをつけてください。お、来た、やっと来た、やっと SS 来ました。うわ来ない、マジで。うわマジか、今の来るパターンだったんだけどな。あ来た来た来た、一応来ましたね。うん、いらねえ配布でもらえる一応ヘンドリクセンですね。マジか、まあ今ね引ける気はしたんですよ、どっちか、どっちか弾けるかなっていう予感したんですけど、ヘンドリクセンでしたね。サードだ、アイスキープ。いやもうちょっと楽しませてよ、ちょっと本当にテンション下がってるから、もうちょっとテンション上げさせてください。これスキップだな。もう今のはもう来る気しなかったんでスキップです。もう今何連か数えてないけど、おーやっと来た、やっと SS 確定演出です。いやテンション上がんねえ。いやなんかもう一回ヘンドリクセン出そうな気すんな。頼むよ。こっちはもうすんなり終わらさせて。さあフルカウンター。さあどうだ、いやーなんか一体だな、一体だけっぽいっす。しかも昇格パターン、まあ、キングかヘンドリクセンどっちかっていう気はします。それが果たしてどちらか。さあさあどっちかな。お、来ました、どっちだ、頼む。うわうわーっていうあれじゃないけど、一応フェスゲンのエリザベスですね。全然当たりです、うん、うわーって言っちゃったけど別に当たりっちゃ当たりです。これで一突っすね。すげえコインがこんなギザギザなんだフェスゲンって。いやまあ当たりっちゃ当たりだけど、まあでも新キャラがいいよね。さあ蹴りをつけてください。あこれ無理だ、これはね、まあ、青引っ張れは 100% ないですね個人的に。さあ100連目かな。まあ一応これで一応 SS 何かしら確定するので、まあできればこのガチャのこの時点で一応なんか出てくれると嬉しいですけど、青引っ張りなんで無理ですね。いやー今回きついね、100連やって SS たったの2体。
いや、ロマサガに続いて結構爆死だな。さ、確定枠何か頼む。キングお願い。キングお願いします。いきます。あー、ディアンヌ。いや、えぐいね。もう一回なんか SS 出るまでやろうか。いや、いいや、一回ここで終わりにしちゃおう。うん。また長くなっちゃうとあれなんで、一回ここで終わりにします。まあ、とりあえず、10連じゃなくて、100連やって、まあ、SSR はたったの2体だけでしたよね。ヘンドリクセンと、フェスメリか。フェスメリじゃない、フェスエリか。うん。まあ、全然、まあ、SS 率はいまいちでしたけど、まあ、キャラ的には全然ありな、あれでしたけどね。フェスのエリザベスが、これで2凸ですね。あ、1凸か。1凸ですね。これなんだこれ、フェスのキャラって、コインギザギザなんですね。フェスのキャラってコインギザギザなの。マックスしか出てこない。なんでマックスしか出てこないんだ。よりによって。来た来た。うん。普通のコインやっぱ普通のこういう感じなんで、やっぱフェスのキャラはギザギザなんですね。何の意味があるんだろう。ちなみにあの、こいつ系は、こいつ系はどういうコインなんだ。うん、普通だもんね。フェスはなんであんなギザギザコインなんだろう。なんか意味あるのかな。気にしたことなかった。お、なになに、なんかあるよ。ああ、なるほど。ギザギザコインはギザギザコインで交換できるんですね。まあ、ただ、シンキングは交換できないですね。なるほどね。なるほど。まあ、あんまこのプラチナコインショップはあんま見たことなかったっすけど、まじまじ見たことなかったっすけど。じゃこのパート2チケットとかもプラチナコイン3枚で交換できるんですね。へえ。この前この R のコイン1000枚ね、この女神チケットに交換しちゃったんですけど、リドシエルは当たりませんでした。うん、まあまた、次の動画でね、もう100連いきたいと思います。そんな感じでどうもありがとうございました。バイバイ。